漆黒のジェイル。俺の名前はチャラビー、22歳、サッカーのイラク代表選手だ。任されたポジションはフォワード、点を取るのが仕事だ。チャラビーが攻める、シュートを放った、ゴール !1994年のアメリカワールドカップ出場を目指している、というか使命だ。ある試合後、サッカー協会会長主催のパーティーに呼ばれた。チャラビー、次の試合も勝てよ。はい、会長。会長というのは大統領であるウダイ・フセインだ。イラクは国の方針でサッカーに力を入れているのだ。ウダイのイラク代表に対する期待値は想像をはるかに上回るもので、その圧力は凄まじい。いいか、必ずアメリカワールドカップに連れてけよ。はい、チームの勝敗をめぐって何度も生死をさまよい地獄を見るとは思いもしなかった。1993年ワールドカップ予選にて我がイラクは重要な試合を迎えた。お前たち負けたらどうなるか分かってるよな。はい。今日の相手は格下とされる北朝鮮。正直なところここで負ける気はしなかった。試合は前半で2点をリードし、イラクメンバーは誰もが勝利を確信していた。ゴール！北朝鮮が同点に追いつきました。やばい、どうなってんだ。北朝鮮の猛攻を浴び、なんと後半30分追いつかれてしまった。さらにこの悪いムードのまま試合は最悪の結末を迎える。ゴール！北朝鮮勝ち越し。なんと俺のドリブルミスをきっかけに勝ち越されたイラクは2対3で北朝鮮に敗北を喫してしまった。敗戦のショックを隠せないままロッカールームに戻ると、なんとそこにウダイ・フセインの姿があった。チャラビー、私との約束はどうしたんだ。試合を見ていたウダイが激怒し、ロッカールームまで乗り込んできたのだ。とにかくウダイをトップに置くイラクのサッカーにとって敗戦は絶対に許されない。それも格下相手に。今からお前らを訓練してやる、徹底的にな。ロッカールームが凍りついた。訓練という言葉はイラク代表選手にとって絶望を意味するらしい。俺たち選手は試合後バスに乗せられ山奥へ。この時新人の俺はまだ状況を把握できなかった。監督、どこへ行くんですか。地獄だ。はあ？監督は表情をこわばらせ、選手たちは一切の言葉を交わさず全身を震わせている。なんと到着した先は刑務所だった。どういうことだ。待ってたぞ、恥さらしども。ウダイ様の命令だ。お前らのメンタルを鍛えてやるからな。そして地獄の訓練が始まったのだ。そこは訓練の場なんかじゃなかった。単なる拷問だ。安心しろクソども。屋外で上半身裸にされると、手を鎖で繋がれ砂利道を引きずり回され血だらけになった。そして敗戦の原因となった俺は個人攻撃される。お前のせいで負けたんだ、わかるか。まさに鉄拳制裁だ。拳で思い切り何発も殴られ、顔面は傷まみれのあざだらけとなった。拷問は泊まり込みで何日にもわたって行われる。ある時はサッカーの訓練と称し、もっとだ、思い切りやれ。コンクリート製のサッカーボールを思い切り蹴らされる。選手たちの骨が玉砕するのも時間の問題だ。さらに半裸で顔面に布をかぶされて、二度と敗戦するなクソども。体中を鞭で叩かれ続け、全身が紫色に変化していく。敗戦すると毎回こうなるのがウダイ政権なのだ。ある日チームメイトの一人が拷問に耐えられず代表の引退を伝えたところ、殺されかけた。えめえ、逃げられるとでも思ってるのか。代表に選ばれた以上、自主的に辞めることなど許されないのだ。そして次の試合が近づくと、ようやく刑務所を後にすることができる。その時はもうボロボロだ。訓練を受けたくなければ次の試合を勝て。はい、正直なところこの拷問から解放される瞬間は勝利の瞬間よりもずっと幸せだ。こうして俺たちは試合に敗れては刑務所にぶち込まれ、拷問を受ける生活を過ごしているんだ。もう死ぬ、体が持たない。勝とう、とにかく勝とう。いつしか勝利は純粋に喜ぶものではなく、拷問を避けるための手段へと変わっていた。いつしか全員がただ恐怖心を抱いたまま、使命感だけでフィールドに立つようになった。イラク、なかなか仕掛けません。今日は慎重に攻めていきます。俺自身攻撃の起点にならなくてはいけないのに、ボールを呼び込めなくなった。失敗が怖いからだ。そしてある試合でのこと、イラクは貴重なペナルティキックのチャンスを得た。さて誰が蹴るか。他国なら時に掴み合いになるくらい自分が蹴ると主張する。だがイラクは失敗した時の拷問が怖くて誰も手を挙げない。仕方なく俺が蹴ることになり、恐怖から全身が硬直してしまい、案の定失敗する。そしてまた刑務所へ連れて行かれ、精神が弱いからだ。兵によって長時間にわたって拷問を受けるのだ。日本でドーハの悲劇と呼ばれたあの試合では、イラクはすでにワールドカップ出場を逃しながら、この試合に負ければムチ打ちの刑だ。試合前にウダイ・フセインの宣告があったため、我々はただ執念を燃やし土壇場で同点に追いついたのだ。結局ウダイ・フセイン就任以降、イラク代表は一度もワールドカップに出場していない。拷問によって実力が向上することなどないのだ。